はい、みなさん、こんにちは。鎌倉チャンネルです。令和2年3月27日、七日夕方の4時30分です。えーとですね、速報です。本日、静岡県庁、市役所かなそのどちらかでですね、立花党首が、記者会見を、開かれております。今現在も開かれております。ピコジローさんの、 チャンネルでですねライブ配信が今現在も行われておりますその中でですねビッグニュースというか立花党首の行動力を垣間見た一面がありましたので紹介させていただきます静岡4区衆議院補欠選挙にですね立花党首当初はですねご自身が立候補される予定ということでお話を進んで えー、進めてい、えー、かれていたところだったんですが、えー、そのね、えー、マスコミ各社の、えー、報道のあり方を見ているとですね立花、えー、党首自身が、えー、出られるより、えー、自分じゃない方がいいんじゃないのかというふうな、ねえー、お気持ちになってこられたと。 で、えー、じゃあ代わりに誰が出られるんですかというふうなことを、えー、現場で記者の方に質問されてですね、えー、籠池さんを考えていると。えー、籠池康則さんですね。を、えー、考えていると、えー。で、それはいつ頃、えー、決定されますかみたいなね、えー、話をお記者の人と、まあまあ、1回、2回、3回ほど会話のキャッチボールがあった中ですね。あ、じゃあもう今電話してもいいですよ、と。 あの、この記者会見中に、かごゆきさんに今から電話しましょうかみたいな、その方が、えー、マスコミの皆さんも今集まってくださってるし、えー、その方が都合が良くないですかみたいな感じでね、えー。よくよく僕もやる行動なんですけど、ライブ配信中とかに、えー、こんなにね、リスナーさん集まってくださってるので、えー、気になること、ね、えー、皆さんも気になってること。 えー、じゃあ、もう電話してみましょうか。これ僕、僕もよくやることですよね。えー、本当にね、親近感が湧きました。で、えー、実際に立花党首がですね、えー、籠池さんに、えー、その記者会見中に、えー、実際にお電話をされると、えー、いうことで、えー、で籠、籠池さんはもう電話に出られて、まあまあ、党首の方から、えー、静岡4区衆議院補欠選挙の方にですね、 えー、僕の代わりに差し替えという形で立候補してくれないかというオファーを記者会見中に記者の皆さんの前で、えー、実際に電話をされました。で、籠池さんはですね、まあまあいろいろ立花党首のそのお話を聞いた中で、えー、国家、国民のためになるのであれば、えー、お受けさせていただきますと、えー、明確に、えー、お返事をされました。 ということでですね、えー、静岡4区衆議院補欠選挙はですね、立、え、花、ー、党首が立候補、えー、される予定でしたが、えー、籠池さんに、えー、差し替えになるということが、えー、決定となりました。差し替えという形ですね。で、まあ、ポスターをこれからまあ作ったりとか、もろもろ、ただまあまあ、 えー、567の影響でですね、えー、直接有権者の方と触れ合うような選挙活動運動っていうのはちょっとできないのかなと、控えておいた方がいいのかなと、えー、いうふうなことをお話をされておりました。えー、で、えー、元々ね、 もちろん皆さんご存知のように N 国党というのは YouTube または Twitter そういうねインターネットを通じた選挙活動というのを日頃からされておりますしそのあたりに重点を置いているともちろんね街頭に立つブイタ選挙というのも重視をされている候補者の方もいらっしゃいますしそれで有権者の方と 実際に直接お話をして、皆さんが抱えている NHK の集金人問題、または受信料を不払いするにはどうしたらいいのか、そして不払いをスタートして、その後請求書がいっぱい届いたり、例えば NHK 側から裁判を起こされてしまったりした時に N 国党はどういうふうな受け皿があるのか、というようなことをですね、街頭で現場で直接有権者の方、市民の方にですね、 えー、説明をされている、えー、坂戸市の石川さんまたは四季市の、えー、古谷さんのような方、えー、または福山市のえー、マリノパパのような方もいらっしゃるということなんですね。えー、そんな中ですね、えー、いろいろ言われている中立花投手は、まあ、今回、えー、この567の件を受けてですね、えー、ちょっと そういうふうなことはなかなかできないような選挙になるのではないかインターネットを重視していたしていくような選挙になるのではないかというようなことを考えているということをおっしゃっておられましたでその記者会見の場でマスコミの方に対して党首が直接おっしゃっていたのは選挙期間中の報道が平等じゃないと。 例えば自民党の方の方の名前が優先して出ていたりまたはそれに対抗されてしているワン・ツーの方たちがの名前が多く出られていると出されているというようなことを言われておりましたで N 国党の扱いが平等じゃない以前にもありましたよね例えば NHK の世論調査公党支持率国政調査といわれるものですねそれも、 例えば、えー、N 国党の名前が掲載そもそもされていない、えー、日本に9つあるはずの、えー、政党の1つなのに8つしか政党名が載っていない、えー、そして N 国党があたかも存在していないかのような、えー、変更報道をされた、えー、それでも NHK に電話をしたり、まあ、したんですけど まあまあそういう情勢、えー、状況というのを垣間見て、立、え、花、ー、党首はですね、えー、自分自身が、えー、立候補するより、えー、別の人を立候補させた方が、えー、いいのではないのか、えー、得策じゃないのかということを考えられていて、それをまあ表明するような、えー、記者会見の場だったわけなんですね。 で、その場で、えー、実際に、えー、じゃあ誰に、えー、差し替えるんですかもちろん記者からはそういうね、えー、質問が出ることもおそらく予想されていたと思います。で、その記者会見、同じ記者会見の中で、えー、もうその籠池さんに直接電話をすると、えー、そういうね、えー、行動力、スピーディー、スピー,ーさ、スピード感、ね、立、え、花、ー、投手の持ち味ですよね。それがまあ100、100%発揮されたような記者会見であったというふうに僕は考えております。 でですね、えー、その、立花党首からのオファー、えー、それで、えー、もちろん記者会見中ですと、スピーカーフォンで話をしておりますということを前提で、籠池さんとお話をされていたわけなんですが、その電話で、籠池さんが、えー、それが国家国民のためになるのであれば、えー、お話をお受けいたします。その返答された、えー、こと、というのは、ものすごく大きいことなんですね。 えー、何がその返答から何が見えるかというと籠池さん立花投,いい、ねえー、投手はかねてより森友問題に取り組まれてきておりましたで籠池さんが、えー、マスコミの前に出れるように一緒に記者会見をされたり、えー、追及していきますと矢面に立って立花投手が最前線で活動されてきました。 それについて籠池さんはおそらく橘投手に多大なる感謝をされているのではないかということを僕自身はえいます。 思ってておおりりまますす予想しておりますなので、立、え、花、ー、党首からの N 国党公認で、えー、静岡4区衆議院選補欠選挙に、えー、立候補してくれませんかといういきなりの電話、もちろんね、まあ事前にそういう話も細々したところで、多少はあったのかもしれないですけど、えー、そのいきなりの電話に対して、えー、記者会見の場であるということも告げられているにもかかわらずですね、 そこの記者たちが聞いている、録音もしている、ね撮影もしている場所で、タイプも売っている場所でですね、公式に返答された、それは N 国党、または立花党首に対する恩義、または感謝、信頼、それがあったから、籠池さんも2つ返事でそれをお受けになられたんではないかなというふうに N 国党支持者の僕から見ていると思いました。 なので、えー、今後ですね、えー、今回、この記者会見の中でそれが決定したということは、えー、ことが、物事ごとがどんどん大きく動いていくと、えー、いうことになるわけですね。なので、立花党首のご判断は今回も、えー、僕の中では、えー、英断だったのではないかというふうに思っております。それとですね、立花党首は口では、えー、自分自身があんまり印,いい印象を持たれていないから、 自分以外の人が立候補した方がいいという判断に至った、えー、ということを言われております。それももちろんその通りだと思うんですが、もっと深読みするとですね、これはあくまでも僕の深読みでしかないんですが、立花党首は静岡4区で選挙に立候補して、えー、そこでそういう活動を自分自身がするよりもですね、 また違うところで自分自身はやりたいことがあるのではないか。もちろん森友問題もそうですし、NHK 問題もそうです。自分自身はあくまでもフリーな状態でですね、えー、動けるように、不、えー、エキシブルに動ける立場でいた方が、えー、得策じゃないのかというところもおそらく立花投手の頭の中では、えー、あるのではないか。というふうに、えー、僕自身は、えー、推測ですね、えー、しております。それは投手じゃないので分かりませんが、 自分自身がその選挙に縛られるというのではなくて、もうちょっと別の人に出ていただいて今回は籠池さんですが、そして自分は自由に、由を無人に動き回れるフリーな存在でいたいというふうな気持ちがあるのではないかということを僕自身は推測をいたしました。なので、結果的にですね、静岡4区衆議院選挙補欠選挙、 N 国党からの公認立候補予定者は、立花党首から、籠池康則さんに差し替わりましたと。そういうことが記者会見中の、直接の籠池さんと立花党首との電話、公開のお電話の中で決定されましたというふうな速報でした。立花党首のスピード感、溢れるその電話、僕はものすごく自分自身に親近感を覚えました。 以上です。えー、徳島市より NHK をぶっ壊す。